明日にかけて日本海側では雪が降り続き、大雪に注意が必要です。先ほど新潟県長岡市からいただいたウェザーリポートですが、見ての通り雪が降っているのが映像を通して分かりますね。断続的に降り続いていますということです。気温もだんだん下がってきまして、降り方も強まってきているようです。では天気図見てみましょう。こちら明日朝9時の予想天気図ですが、西高東低の冬型の気圧配置です。等圧線の数も多く、間隔が狭くなっていますね。冬型が強い証拠です。風が強いだけではなく、寒気も明日にかけてぐっと南下してきますので、広い範囲で、気温が下がり、日本海側を中心に雪が降り続くという状況になりそうです。では明日にかけての積雪増加量を確認しましょう。今日の正午から明日の深夜まで36時間の積雪増加量です。この通り日本海側を中心に、そうですね、大体20センチから30センチぐらい新たに雪が増えるところが多いんですが、特にですね、こちら新潟県の山沿いを中心としたエリア、一部関東地方も含まれていますが、50センチ以上の雪が新たに積もるようなところもありそうです。また西日本などもね、中国山地などを中心に30センチぐらい雪が新たに積もるようなところも出てきます。このように日本海側、明日にかけて断続的に雪が降り、時にはどかどかと1時間に5センチ前後の雪が降ることもありそうです。さらに今以上に雪が強まる恐れもありますので、雪の対策しっかり行うようにしてください。また山間部などでは雪崩も発生しやすくなってきています。そういった点も注意です。また屋根からの落雪などにも注意してください。あと風も強くなってきていますので、吹雪で見通しも悪くなります。車を運転される方は急に見通しが悪くなることもありますので、そういった点も注意点の一つとなるでしょう。詳しい予報はウェザーニュースアプリでもご確認ください。